家の畑でも山のバナナ畑でも成長再開後間もなく止め葉を出されると困るんですが、まあ、こういうクックバナナとかそちらのタイベジタブルバナナとかその隣の銀バナナ、シルバーバナナとかのように成長再開とほぼ同時に健全なあるいは正常な緑葉を出してくれる株がその後まあそうですね、葉身数6枚以上で、まあ、できれば8枚10枚は和歌山県でも欲しいところなんですが、そういう状態になってから止め葉が出てくるなら、まあ、収穫はそこそこ和歌山県としてはノーマルな果子数本数の収穫になるわけなんですがね、まあ、10枚12枚ぐらいでその後止め葉を出してくれるようなら収穫も60本止まりとかではなくて太る分も含めて80本から100本ぐらいになると思うんですが、だいたい10枚以下のところで止め葉が出てくることがこれまでの経緯なんですね。まあ、その辺が栽培上の課題にもなっているんですが、どこで止め葉が出て果子数がどれぐらいになるかはですね、地中の神経芋が計算することで果子数はですね芋の充実度に依存しているんですが、その後緑葉を出せば出すだけなるべくたくさん出した後で止め葉が出てくれば開花結実した後の果子の肥大ですね、肥大と味覚が良好になるものですから、やはり止め葉が出る前の健全な緑葉はできれば10枚ぐらいは和歌山県でも欲しいところなんですがね、まだそこまで行ってないんです。複数本立ち連年収穫のところまではだいたい目処は立ってきたんですが、欲を言えばその後肥大する果子数がせめて80本ぐらいまでは行ってほしいんですけれどもね、まあ上々と言えるなら100本ぐらいは欲しいところなんですが、まあ80本ぐらいでも現時点ではやむを得ないかなと思っているんですがね。